店したばっかりなのにもうこんなに混んでるんだね。まあ今日は30度超えるってテレビでやってたからな。あたしらが来た時もチケットカウンターに行列ができてたし。ほんとランのお父さんがチケットくれてよかったよね。ランパパ神様には頭が上がりませんな。もうそれはいいって。けど本当にすごい人だね。気を抜いてたらいつの間にかはぐれそうかも。ひーちゃん、迷子になったらちゃんと迷子センターに行くんだよ。もう私を何だと思ってるわけ。いや実際ひまりならありえそう。もうランまでそういうこと言う。あれランちゃん、もしかしてその水着新しいやつ？すっごく可愛いね。お、ありがとう。ひまりとリサさんに選んでもらったんだ。ひーちゃんは新しいの買わなかったの？ランのを選ぶときに一緒に探してみたんだけど、これより気に入ったのがなかったんだ。まあ似合ってるしいいんじゃないか。つぐのも可愛いでしょう。あたしが選んであげたんだよ。自分じゃ選ばないのとかもおすすめしてくれてすっごく楽しかったよ。トモエはアコに選んでもらったの？お、よくわかったな。自分じゃどれが似合うとかわからないからアコに見てもらえて助かったよ。さっすがアコちゃん、巴に似合う水着を分かってる。あ、そうだ、みんなで写真撮ろう。もちろん SNS にはあげないからランも安心してね。先にそう言われたら断れないじゃん。あ、向こうのデッキチェアが空いてるから荷物置いてそこで撮ろっか。見せてもいいよね。まあ水着選んでもらったしそのくらいなら。ともちん、背中の方全然日焼け止め塗れてないよ。このまま焼けたら虎模様になっちゃうって。え、ほんとか。え、どこが塗れてないんだ。ここか。ともえちゃん、じっとしてて、私が塗ってあげるよ。サンキュー、助かる。それにしてもすごいアトラクションの数だよね。ここどこから回る？私的にはウォータースライダーは外せないな。前に家族で来た時は乗れなかったし、アコがすごかったって話してたんだ。でも人気アトラクションみたいだから乗るなら早めに優先パスを取っておいた方がいいかもね。あ、私はこれが気になるな。温泉プールだって。モカ、ほんとそういうの好きだよね。そういえば今年からサーフィンもできるようになったんだよね。うん、スタッフさんが乗り方を教えてくれるって。他にも特設エリアでイベントもやってたりするみたい。そうなんだ、つぐみずいぶん詳しいね。実はプールに行くって決まってから楽しみでいろいろ調べてたんだ。すぐなんていい子なの。楽しみだったのはみんな一緒みたいだな。それじゃあまずは優先